ということでですね、毎日投稿無事終了いたしました。お疲れ様です。はい、本当にあの冬休み毎日投稿するよって本当はなかったんですよ。本当ギリギリぐらいまで。けどやっぱり夏休み投稿の時にもう私たち結構燃え上がっちゃって、すごいね、 YouTube のモチベとかがアップしたんですけど、やっぱり冬休みも毎日投稿したいということで、まあ、最後まで無事やりきることができてよかったです。本当。もう、まあ、いろいろ振り返りながら思い出とか裏話とか話しながら、まあ、今回は打ち上げの方をやっていきたいなと思います。まあ、今回もですね、夏休み毎日投稿打ち上げの時にもお世話になったんですけど、今回は牛頃バンビーナの恵比寿ヒルトップ店さんにお邪魔します。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございますあの今回もね、撮影許可をいただいて本当にいつもありがとうございます。本当にめちゃくちゃ美味しいですよ。で、私さっき気づいたんですけど、私ここも来たことありました。いや、言ってましたね、まあ、今回も美味しいお肉を食べながら、まあ、しっかりもう、うわーっと打ち上げしていきましょうね。裏話して、はい、やりましょう。打ち上げ楽しんでいきたいと思います。それではレッツゴー。あれ、誰か来るんですか、こんなに。そうですか。はい、います。おゲストが。来ません。あんまりね、冒頭で嘘言うたの。はい、すみません、ありがとうございます。お待たせいたしました。それでは、それでは。それでは、さくらチャンネル毎日投稿。今何だったの。ごめんなさい、ストップストップ。あれ、でも、はいはい、私がこう、ちゃんと言おうと思ったから、はい、せーせーということで、さくらチャンネルで毎日食べたお疲れ様でした。どういうこと？打ち上げだから。冬休み長かったっすね。いや、そうなんですよ。意外とじゃないですか。なんか学生の頃とかは、学生なんですけど、あの中学生の頃とかは冬休み3日間みたいな、うん、けど毎日投稿とかお仕事とかしてると、はいはい、めっちゃ長く感じました。長かったっすね。なんか長くも短くも感じたんですけど、うん、意外と長いんだな、冬休みっていう、うん。実際冬休み その毎日投稿決めたのも結構ギリでしたし、うん、企画決まってなかったっすよそうっすね、マジで鬼の企画会議でしたよ。やばかったっすね。もう焦ったっすストックが本当に大変でした、今回食べるの。なんかさくらチャンネルって最近こだわりができたじゃないですか。なんか今までは結構たくさん撮ってストックを充実させて、まあ、事故のないようにみたいなだったけど、最近それやめたじゃないですか。やめた。新しいものを新しい状態で見せたい、公開していきたいっていうのがあるから、もう2週間以内の動画しかもう出さないって決めたから。なんならそれ、自体にありますよ、普通にですね。バッタバタでやってるし、っていうこだわりが最近ね。いやでも楽しかった、めっちゃ。毎日動画って本当やりがい感じますよね。いやいいっすね、楽しい。乗り切った時の達成感違いますからね。達成感全然違う。で、特にでも普通に増やしたいなと思ってます。いや、もう分かるんですけどね。4にしたい、したい、うん、まだちょっと、まださくらさんのスケジュールはもうないんです。でも3月乗り越えたら正直したいなと思う。この動画でこう、約束する話ではない重大報告みたいなことで、ね、この動画を見てもしかしたら多方面の大人が動揺してる公開されたその後に5分後とかに僕の会社から電話になったりする確かに春休み短いですか。1週間ちょっとぐらいじゃないですか。うん、そういう休み系はやりたいですよ。とりあえず匂いを嗅ぐ。
せーの、いただきます。首かしやりました。今首だったんで、今カメラだったんで、こうやって今首だけやってなかった。一回もう一回やるの。せーの、いただきます。これ私の周りの人よくするようになりました。チョバリグー。じゃあ、毎日投稿始まりました。12月24日ですね。クリスマスイブ、クリスマスイブは何だったでしょう。せーの、クリスマスプレゼント私に行く。プレゼント。いろんな YouTuber さん。そうですね。これはもうどうでした。本当に急遽連絡して予定を合わせてもらって、で本当に皆さんもめっちゃ忙しい中、わざわざねスケジュールを合わせてもらって。私本当はなんかもっと渡したい人もっといて、はい、今回は3組だったんですけど、もともとヒカルさんにも来られたので、ぜひ撮ろうよみたいな言われてたんですけど、OK はもらったんですけど、本当にヒカルさんその時もいろいろもう忙しすぎて、はいはい、スケジュールを合わせてたんですけど、全部合わなくて、ちょっとの時間でも合わないんですよ。他の方も忙しいんですけど、もっとなんかヒカルさんもそうですし、他の方とかにもどんどん渡していきたいな、だから感謝の気持ちをそういう企画で伝えられたらいいなって思います。いつも本当可愛がってもらってるので、渡していきたいですね。なんか買い物行きましたもん。買い物行ったもん。だからヒカルさんに渡すやつ。もう買ってたんですか。はいはいはい。だから、これからまたこういう企画できたらなと、はい、思いますね。楽しみですね。はい、いつ僕ら側にはあるのかななんて送ったり、はい、なんかいつクラサンタ来るかなって。あ、17歳に寝なる。次行きましょうか。次行きましょうか。次行きましょう。クリスマスですよ。は、3姉妹のクリスマスパーティー正解です。これはもう完全にご自宅ですか。そうですね、はい、あれなんか私めっちゃ滑ってましたよ。え、滑ってました。僕は好きですよ、滑って。じゃあ、肉寿司が届きました。ウニとキャビア。キャビア、すごっ。食べたい。確かに。いただきます。いただきます。なにこれ、とろける。何点満点ですか。何点満点。今まで出た。やばい、うまい。最高のスタートダッシュ。スタートダッシュきた。え、ゆでたん、いきましょう。想像と違ったっすよ。すごい、うまっ、最高すぎる。では続いて、ここはちょっと3姉妹続くんですよね、はい、12月26日、大好きな妹たちと原宿デートした幸せすぎたんですね。原宿デートでしたね、はい、本当に3姉妹で出かけることなかなかないので、嬉しかったです。なんかプライベートでデートしようって恥ずかしくて言えないんですけど、カメラを使ったらママと言ってくれました。妹たちめっちゃ好きなんですよね。シスポンっていうんですか。めっちゃシスポン。ですよね。世界一可愛いと思うんですよ。だから参加日とかたまにママと行くことがあったんで、お前は可愛い。ちゃんとシースーちゃんも坂井さんも好きっすよね。めっちゃ好きですよね、うん、もう帰ってきたら絶対息をしてる、うん、でも、カメラとかマロとチーズなんですよ。これが好き。あれ、あれキャラなんや。あれマジでキャラ。言っちゃった。もう次の日お泊まりですね。そうです、お泊まりされていいですね、うん、あ、しずくが寝ちゃったですね、うん、あ、ほんとびっくり。笑った。ここしかないですよね。冒頭でしーちゃん脱落。本当にリアル、リアルなナイトルーティー、うん、あとスーちゃんとは語り合えてよかった。しーちゃんとは結構年も近いので会ったら話すことだと思うんですけど、やっぱスーちゃんはしーちゃんよりちょっと少ないですよね、機会が。だから寝てくれてよかったなって。でも2人ともなんかもう最近めちゃめちゃなんか雰囲気変わりましたよ。ちょっとギャラクになってる。いや、そうなんですよね。ちょっとギャラクになってる。でも私もそういう時期あったんで。はいはいはい。どう
私もしーちゃんとしーちゃんみたいな、なんかグレたか、グレたはない、グレたはいないですけど、まあ、ちょっとチャラくなるんですよ、人生みたいな、自分の人生だから私はまあ、それが今楽しいんでしょうね、その自分 の, その髪の毛クション変えてみたりとか、メイクも自分がメイクなんてしない2人だった、確かに、うん、もう私たちは私より濃いんでメイクもう教えてもらおうかな、メイクと思うんで、なるほどね、じゃあ続いて、そう、本当にもう冬休み毎日投稿撮ったらすぐ上げてみたいな、はい、マジでカツカツやったんですけど、実は、これ撮ってるのも12月28日なんで、はい、今日上がった動画ですね、マックホリデー限定コスメが、大優勝すぎたので紹介しちゃうようです。私一番最初に使ったコスメマックなんですよ。ちょっとマックってあれじゃないですか、あのお高いっていうか、ママが使ってもらった、ずっとママのお世話だったんで、ママはマックスで、私も一番マックが好きで、今はいろんなの使いますけど、本当思い出のあるマックで、勝負事の時は絶対マックのこのリップにつけていくとか、思い出のコスメなんですけど、まあ、それで、まあ、クリスマス限定、ホリデー限定のコスメがもうめちゃめちゃ可愛くて、今家族で使ってるんですけど、その紹介って感じですね。そして、12月29日、簡単ロングの可愛いヘアアレンジ習得したので教えちゃうよ。まあでも今までのロングヘアアレンジで一番成長できたかな、ヘアアレンジかな。続いて12月30日がここからがなんですけど、タイトルがまだ確定していないです。はい、本当にギリです。カツカツでやってます。撮影しては全部終わってるんですけどね。はい、ちなみに今日 の, あの12月28日公開された動画も今日タイトル決めました。12月30日は深夜の夜食でしゃ、喋っていただいた、お寿司とか食べたときね、うまそうだったな、あれ、あの夏休みとかは結構夜とかも食べちゃってたんですよ、はい、結構な頻度でもう夜中爆食みたいなめっちゃしてたんですけど、もう最近あんましなくなって、ほら本当にもう久々でも爆食だったんで、もう本当大盛り上がり、大盛り上がり、大興奮、大好評チャンネルって感じで、あんま覚えてないな。肉が足りてないですよ、まだ。肉焼かないと。何って話をしてるの、何話をしてるの、チョブリグ。私が焼きます。うわー、いつもいつもすいませんね。ちょうどー、おいしそう。あの、あれでした。失恋とかに対してなんか語ってますね、いつもと。みんなの失恋とか、DM の相談とか。私はもう本当に、失恋とか恋のお悩みに関しては任せてください。相談しようかな。あれ悩んでんだ。そして、はい、12月31日質問コーナーしていただきました。パジャマで、そうですね、はい、パジャマってガチャージです。いただきまーす。焼き加減完璧ですね。最高週なんで焼き肉行ってたんでしょ。マジで週3。はい、質問コーナーですよ。なんだっけ、 NG なし。はい、あ、NG なし、あんましきれてなかったです。そうそう、ちょっとなんか質問めっちゃ選んでるやつ、うん、今までの質問コーナーよりは NG なしなの。最近どんどん自分を出せてるかも。でもやむを得ず NG でしたけど、確かにもうアカウントが危ないみたいな内容が、やっぱ過激な内容があるんで、私がやっぱり年齢が上がっていくあれ一緒にファンの方もちょっと多くなってきて、20代まで、はいはいはい、そうすると過激なのが本当に多くなって、質問とか募集もそうですよ、はい、もうそれは本当にやめてほしいんですよ。今17歳ですよ、私。いやいやいや、こういうとこでやめてください。じゃーん、ギュータン、極みのギュータン。そして、はい、なんと2023年
明けましておめでとうございますという新年ご挨拶をこれもあれですよね。新年ご挨拶、星座だ。そうだ、星座だ。何話しましたか。実にあれもご挨拶が報告、はい、あれはとにかく今すぐ見てない方は見てください。これからの目標などたくさん言ってる。はい、そして翌日、昨年チーム大新年会でございます。楽しかった。寒かった。本当あれ寒い。買い物から超楽しかったです。初お泊まり、さくらチャンネルの撮影で初かも、一緒に行った、うん、あれ、でも話してもそうか。でも別の部屋ですよね。あ、はいはい、一つ屋根の下みたいな感じでみんなで行ったのは初めて、はい、うん。そして1月3日これが、朝の料理企画ですね。朝5時半起き、はい、いい朝でしたね。あれはいい朝に食べました。さくらスタッフの遊び心、いたずら心で言いますか。でもその後お仕事があるじゃないですか。いい仕事ができました。朝活したらね、うん、そうそう、だから実際あの日、ね、あのご飯を朝一で作ってもらって、すぐ終わった、撮影終わった移動して、うん、モデルの仕事をして、あとなんか自分の匂い大丈夫かなって気になりましたよね。バーベキューの香り、バーベキューの香り大丈夫かなみたいな。本当に気にした。けど私、あの後、小田原さんのアヒージョ見てたじゃないですか。はい、次の日にアヒージョ作りました。お、中身を変えました。うん、あのブロッコリーとかエビとか。おー、すごいすごい。なんかブロッコリーとか得意料理はアヒージョって言うので、かっこつけて。前まで焼肉って言ってたの。あー、言ってた。そして、1月4日、これが新年一発目の Get Ready With Me です。マジで覚えてない、やっぱコスメポーチがコンビニの袋になってしまったので。あ、それでしたっけ。見ました、見ました。でも、今年一発目の、まあ、Get With Me、ゲットレディーウィズミー、そう、一瞬言えないですけど。めちゃくちゃした企画じゃないですか。うん、シーン好評だったし、はい、だってディズニーの時100万人いきましたから。うん、100万回達成しちゃいましたね。この時点であれ撮ってる時、自分が一番スカも急いでるし、うん、おメイクとかも当たり前だから、いつもあの状態で頑張るし、だから一番素を出せてる。急いでないことないですよ。でも100%今日私いつも2時間前に起きてました。はい、出発の。おお、早いですか。いつもある。何、電車までめちゃくちゃ走る。そして1月5日全コスメ紹介です。うん、大変なやつを、とにかくコスメ好きな人はもう絶対見てほしいっていう、うん、あの裏話はないです。ないです。あれ、1月6日が誰にも言えない秘密、これ、はい、募集したやつ、京都です。さっきほどしたね、これマジでおもろかった。やばかったな。言えないやつがほとんどだったけど、はい、本当にみんなね、おもろいわ、みんなおもろい人生送ってる。もっと教えてほしい。でこれもう極まってますもん。だって今日12月28日で6日公開なんで、やばいっすね。極まってる、マジで。とんでもない。バスケの話とかもそうだし、あの、あれね、ちょっとあんま言えないっすけど、あんま言えないっすけど、バスケの方とか、あと七股の彼女とか、えっ、あれ送るやつだ。あれ送るやつ。カップル両方から連絡来てる。繋がっちゃったやつ。そうそうそう、懐かしい。ぜひ見てください、マジでおもろいんで、はい、続いて、プラザ、はい、あ、プラザめちゃくちゃ欲しいものたくさん買いましたね。帽子ぐらいしか買ったことないじゃないですか。あ、高い靴下とかも買ったの。あ、でもあの時の裏話あるんですよ。あの時にお買い物一人に行ったんですよ。はい、その時においしそう。買い物一人でしてたんですけど、はい、薄く、うん、もう眉毛なしで、うん、前髪もなしで、はい、そもそも、もう寝起きの、ね、で行ったんですよ。で、もしかしたらですよ、なんか変な
明るいみたいなので一緒なんですけど、はい、その時はあの声かけてくれて、おへでその時は聞き方、はい、聞き方問題で、はい、問題点が別にいいんですけど、はい、間違ってたらすいませんちょっとですかみたいな、うん、けどね、あーすみません、今すみませんなんですけど、僕らですみたいな、はい、ですみませんね、こんな変な感じでって言ったら、ですよねみたいな、ちょっとなんか、あの、ちょっと違う格好時間なのカタカタするみたいな、間違ってたはずいません、そんなやばかったかと思って、いつもと違ったんだ、ちょっと知ってる桜ちゃんと違ったね、ちょっと違ったみたいそれこそ前にちょっとちょろっとインスタとかでは言ったんですけど、あるんですけど、普通その女性タレントのお仕事する上で、すっぴん NG ですかみたいなって、うん、初めの頃よく聞かれてたんですよ。で、YouTube でもこんなもう、なんていうか、バシバシ、うん、すっぴんがなんか 40% ぐらい。でもそういうのがやっぱ、はい、徐々にこう広がりを見せてて、最近どんなお仕事決まってもすっぴん NG ですかって聞かれなくなったんですよ。強すぎる。もう聞かれないんですよ。まあ、だけど、急に出てくる。でも、おろっけ。チョベリグ。1月8日、家事しながら雑談をぜひ家事してるさくらを見てください。もう一人暮らし始めてどんぐらいになりました？もうすぐ1年です、うん、あと数ヶ月、うん、2ヶ月とかで慣れまくり、うん、ついこの間なんか一人暮らしネタの関連の動画を撮りましょうみたいな話とかいろいろしてたのに、もう1年ですよ。一回に行きましたよね、みんなで。そして、ついに、BS 毎日投稿の最後が踊ってみたんです、うん、今日踊ってきたやつですあれはマジで大変だ。なんかあっちから人が通ったら全部ストップしてるけど、でも定期的に行ったら5回ぐらいしてる。そうですね、4テイクぐらいですね。過去一踊ってみたらダンスで間違えなかった。やっぱ1回踊ったことがあるっていうのなので、自分で何回も間違えることがあってみたら、うん、初めてやってるんで2回目だから。でも今日音源流すときに昔のさくらちゃんの踊ってみたのやつを見ながら音源流してたんですけど、すごいですね。私あれめちゃくちゃ彼からたんですよ。もう私があれ初めての踊ってみたので、うん、人生初めて、私もダンサーのダンスバトルとかもうダンスに週5とかで通ってた時期なんで、キレッキレに締めてキレッキレが命だったんで、ママとかもなんかダンスバトルってウェイこうすごい動きとかした時にウェイとかこうやったりするんですけど、こうママ金曜日のおはようとかでエイとかするっていうぐらい、ほんとに私短い範囲切っちゃって、もう全部フルで踊ったんですよ。強弱とかなしで、そしたらめちゃくちゃ叩かれちゃって、なんか思いが激しすぎる。こういうのじゃない、金曜日のおはよう、もっと明るく可愛いことでやったのに、でそれで初めて自分のダンスに叩かれた。自分のダンスはこんなにも人に言われるんやと思って、だけどどんどんなんか踊りとかがみんなの意見でありがたいアドバイスとかもらってるっていう、全く違う踊り方なんですよ昔と。だから見比べてほしい。私変わった踊り方ね、もう全然違いましたね、やっぱり。それでもめっちゃ思い出のあるダンスの動画ですね。という感じで、毎日投稿の最後を踊ってみたで締めるっていう、はいはいはい、恒例になりつつありますね。はい、でもこれこだわってなんですよね。なんか本当に企画会議してた時に桜さんが、いや踊ってみたで締めたいんですよねっていうのがあって、今回これやりました。勝手に言うんですけど、毎日投稿の終わりは、踊ってみたで締めたいですね。桜っぽさっていうのはあるんですね。っていう感じですね。はい。あとどれぐらい先があるのか、これまだまだ来そうじゃないですか。まあ、ご飯物とか来そうですよ。あ、来た、あった。ママが連れてきました。卵黄とお米、すごい、食べます。ありがとうございます。
お疲れ様。はい。ご飯は半分お肉と一緒に、半分とご飯ご飯で食べるんですよ。あ、決まりました。はい、まずこうです。なるほど。はい。そうしましたらこうです。マジすごっ。めっちゃうまいよ。やばい。うまっ。カレーご飯。あ、うん？あんのは？かけご飯の方。切れそうですもん。マジで。切れそう。うますぎて切れそう。やめません。真面目に真面目に注意されてます。桜さんってカメラ回ってる時が奥の時って、はい、あんま変わりないんですよ。確かに。佐藤さんってやっていきましょうとかあるじゃないですか。あれはキャラなんですよね。ええ今その話絶対来ると思いましたけど。だっていつもなんか語尾が上がっね、まだ何も声がいつも上がるんですけど、佐々木さんの TikTok の時だけ、はい、なんかあれはわざとなんですか。あれはマネしてますでも佐々木さん、あんまちょっとだけスイッチ入るんですよ。入りますね。キュワーン。私、佐々木さんちょっと報告したいことがある。おー、やばい。言うた、言うた、言うた、言うた。なんかちょっとやっぱりちょっと気遣ってません？いろいろ。あ、まあなんか私、思うんですよ。桜井チームはマブじゃん。おお、そうっすよ。まあもちろん仕事仲間ですよ。はい。けどそれ以上の中でもありたい。うん、それそうだ。けどやっぱり佐藤っちは多い。泣いてるふり。でも佐藤っちはちょっとまだ気遣ってますね。まあ確かに確かに。はい。こんなこと言ってくれるの？言ってないのに泣きまねしてる。いや嬉しいっすね。そう言ってもらえると。もうね一緒に。確かにバカ寒い千葉の海でバーベキューもしてるし逆に失礼。あ、そうなんすよね。そうですよ。なんだと、声が痛いかしら。おいおいおいちょっと礼儀がなってない。あ、違う。あれどこで間違えた。違う、もう一回言うのね。はい、わかりました。新しいのって。いや、新しいの。待って新しいの求められるのこれ。え、いやいや、え、佐々木さん、はい、じゃあもう本当に気ぃつかないでいいんだよ。もっとなんかはい気楽にあ、ぐらいぐらいでテンションで自然体でね。はい、はい、自然体でちょっと来てほしいですね。やっぱ、うん、はい、じゃあサクティンフォー。失礼です。これはあの本当にカットしてほしい。これは。じゃあ終わりが。実際ご飯の将来めっちゃ作ると思うんですよ。奥さんとかだったら。いや、去年の思えば意外ですよ。意外に。もう一個も作る気配なかったですよね。いや、なかった。なかったっすね。だってポストの、開け方知らなかった。それママにめっちゃ怒られた。ゴミの出し方も知らない。知らんかった。でもさっきハンバーグの写真見せてくれましたね。めっちゃうまそうなやつ。あれ、ママちゃんも作ってあげてくれます。あれまだ違うやつか。あれは、でも私、まあほとんどノーという時はノーが全部作ってくれたり。あ、うまくらが作ってくれるのか。はい、まあ、ほんと暇あんない。自分ニートって言ってるね、まあ、自分のこと。あ、まあ、ほんとに、でもこれ、ほんとに暇なんですよ。夜毎日何遊びさせてくれるんですけど、私が夜まで作るとか、夜ご飯一緒作ろうってなんですよ。たまに一緒に作ることがあるんですけど、だいたい1日来てみたいな、何日来てみたいな言うときは、もう私がほんと帰るのが10時とか遅いので、それと一緒のタイミングで、じゃあご飯作っとくねって、一緒に作れないからって言って、まあ近いから無理なんですよ。いや、もう妻じゃないですか、それ。ご結婚のご予定はいつ頃で。加藤さんと。はい。年明けにはなります。ああ、おめでとうございます。年明けてるわ。それ明けてるわ。冷麺が来ました。美味しそうでしょ。お酢をください。どうぞ。ありがとうございます。お酢入れますか。入れます。入れます。入れます。入れないですか。あ、もしかしてお酢飲むタイプですか。マジ飲むタイプ。これまで全部飲む。なんかでも、なんか結構前にお酢飲みますって自慢してるかもしれない。
ボツになった時あの実は私あのお酢を1本使い切るという企画でですね半分以上いったんですけれども3姉妹であのジンマシンが出てきちゃった2年ぐらい前お酢大好きすぎたのへぇ、あうまっ。年末は何するんですか？年末年始はパパが帰ってくるのでちょっと1年に1回絶対集まるので家族にゆっくり過ごします。それがいいんすよね年末年始は。はい、どういうことですか？僕は実家が関西の方なんでおじいちゃんおばあちゃんにあの孫の顔を見せにつーくんとはなちゃん。いや、なんで僕ですか？僕は毎日100点満点です。あ、じゃあ TikTok、はい、毎日撮って、はい、編集してます。楽しみ、何作るのかな次は。これが公開されるのが9日じゃないですか。はい、9日までの間に、なんかさくらさんからリクエストとかどうですか？いいんですか？はい、何でも。ない。ジェノベーゼか。ジェノベーゼですか？ジェノベーゼがいい。ジェノベーゼやりますか？じゃあ、はい、最強のジェノベーゼ。最強のジェノベーゼ。はい、かしこまりました。お願いします。200点満点出してください。かしこまりました。よし。あれ、ジェノベーゼはどうやって作るんですか？まあ、バジルと松の実っていう木の実みたいなやつと生クリームとかね。あ、それ生クリームは何から作るんですか？牛から、はいはい、絞るってことですか？絞って。そしてタコさん、タコさんどこまで行きます？どこまで？はい、あのその生クリームを作る工程で。誰もこれゴール見えてないですよ。危ない危ない。すげえ変なボケを。危ない危ない。このマネージャーさんが。チョベリグ。はい、ということで皆さん、まあ、今回は毎日トークを打ち上げをもう思う存分できたということで、はい、本当に楽しかったです。お疲れ様でした。ました。これからもよろしくお願いします。お願いします。ということで皆さんもぜひ牛五郎さん、今回はね恵比寿ヒルトップ店さんに今お邪魔したんですけど、まあ、ぜひ皆さんもお近くの牛五郎さんへ、あの本当に美味しいので、うん、ぜひ食べてみてください。これからもねさくらチャンネル面白い動画をみんなのためになるような動画もアップしていきたいと思いますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、せーのがさん、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグ。